小軸のマシニングセンターハイパーバリアクシス630、この機械について説明申し上げます。この機械はですね、ダイレクトドライブといいまして、ティルトテーブルに直接モーターがついた、こういった制御 の新しい機械です。で、直線軸である XYZ の3軸はリニアモーターを使っております。ですから、この5軸のマシニングセンターになりますので、 X 軸、Y 軸、Z 軸の直線軸と A 軸、C 軸の回転軸、これによって、ありとあらゆるものが作れる、こういった機械ですね。特に5軸の一番の代名詞とも言えますインペラーと言われる流体の装置、これをこの今回のデモでは行っております。それではデモンストレーションをご覧になってください。干渉に注意してください。これは5軸の機械でございまして、一番の得意というところは直線軸だけでは干渉して加工できないところ、これも傾斜軸と旋回軸とで干渉を考慮しながらアプローチができて、深いプロペラの加工でも可能であって、これが5軸の一番の振りのポイントです。機械はですね、将来を見越した機械で、ものづくりの日本のこれからの、これから似合う機械だと思っております。本日はありがとうございました。